こんばんは。えっ、ー、と、これで映ってるのかなちょっとわかりません。ちょっと、えっと。はい。映ってると思います。こんばんは。よろしくお願いします。えみぐみつと申します。えー、じゃあちょっとやってみましょうかね。Live from New York. It's Saturday night. ということで、今、あの土曜日の夜なんですけど、ニューヨークね。えー、日曜日の朝ですね。日本の方は。 えー、おはようございます。こちらはニューヨーク、今土曜日の夜です。よろしくお願いします。えー、土曜日の夜、今9時ですね。で、14時間差である日本とは、えー、っと、今、日本の朝の11時ですよね。はい、そういうことです。よろしくお願いします。あの ストリームヤードのね、えっと、ライブ、実はあの2回ぐらいしかやったことないんですね。でも結構なんか楽しいなと思ったもんですから自分でもやってみようと思ってちょっと始めてみました。えー、っと、皆さんが見てくれるといいなと思います。ね、ライブのいいところはやっぱりこうやってね、編集とかもなしでそのまんまここにあの保存されちゃうっていうところですよね。<laughs> やっぱり。で、あの、そういうのが好きな方はやっぱりいいと思います。 で、ちょっと自己紹介からしてみたいと思います。私、あの、エミ,グミッグミツと申します。ニューヨークに住んでおります。え日本を出てですね、え今、25年ですね、えー。1999年でしたから。えそうですね、1999年でそうです。<laughs> で、あの、25年なんですけど、大体ニューヨークのこのエリアに、の今、マンハッタンの自宅でこれを撮ってるんですけれども、マンハッタンの自宅、 で、今日はやっております。大体このエリアでずっと、まあ、あの、生活していたっていうことです。で、もともとはですね、あの、ほとんど専業主婦だったんですね。で、無職で、まあ、あの、無収入という感じだったんですけど、で、あの、それがですね、そうなんですよ。この話ちょっとしようかなと思うんですね。要するに、あの、日本で生まれて育つと、あの、何をやりたいのかとかって、 聞かれなくないですかあの、私もそうだったんですね。で、これをやっとくと食いっぱいあるぐれがないとか、そういうのはよく言われたんですよ。だけど、あの、やりたいことなんですかとか、ね、情熱のあることなんですかっていうのを言われたこと本当なかったですよ。で、それで、えっと、まあ、あの、普通に大学を出てて、<laughs> あの、ニューヨークに来て、で、それで、あの、 まあ何をやってもいいっていうことになったわけですよ。ね。で、こちらのアメリカではですね、だいたいえっ、ー、と、キャリアを変えるときっていうのは、だいたいあの、その大学、大学からその修士号ですよね。修士の方を取るようになるんですよ。で、全然大学では畑違いのことをしてても、その何、修士で何かやったことで職業にするっていうのが普通なんですよね。 だから、あのー、全然畑違いでもう大学にもう一回行き直したりしないですね、こちらの人はね。で、大体、だから、あの、自分のやりたいことを修士号を取ってしまうっていうことなんですけど、で、私の場合は、あのー、最終的に、あのー、まあ、カウンセラーになりたいということで、セラピストになりたいということで、あのー、ミシガン大学の社会福祉学科の修士号を取ったんですね。で、その時も、だから、何をやりたいのかって聞かれたわけですよ。で、聞かれても、 だからそんなこと聞かれたことがないから、でも本当にパワフルなことですよ。全然何、何,あの何全然分かんなかったもん、本当に。どういう意味なのかっていうの誰にも聞かれたことなかったし、ですっごくあの重かったですよね、だから。何やったらいいんだろうってみたいになっちゃって。 で、いろいろすごいプレッシャーでしたよ。だから、これを決めたならばずっとやらなきゃいけないんじゃないかとか、ほら、修士号を取るのに、まあ何百万円ってかかるわけじゃないですか。2年間ですけどね。それも、なんかほら、投資ですから、それでなんか、あの、やっぱりなんか、ある程度やらなきゃいけないんじゃないかとか思うから、そうするとですね、その時は夫は、あの、いいよ別に嫌なら、すぐ帰ればいいんだからって言うんですよね。だから、私はそういう風に考えられなくて、すごい真剣に考えたわけですよ。 でも、しばらくね、本当にね、何をや,やるっていうの全然出てこなかったですよ、全く。で、それで、まあなんか、だから、本当に全然、あの、何、何をやってもや、やったらいいかわからないっていう状態になりましたね。だから、本当に今、例えば何、何をやったらいいかわからないっていう方、私すごい気持ちわかります。だから、そういう経緯があったので。 で、大体こちらのね、来て、あの、私もそうですけど、移民なんですけどね、アメリカに移民に来ると、大体皆さん、こう、会計士とかですよ。そういうことを選ぶんですよ。でそれをどうしてかって言ったら、やっぱり食いっぱぐれがないからです。ね。で、それで私もそう考えたんですね。で、そしたらその時に夫に、夫はアメリカ人なんですけど、あの、だったんですけど、あの、そうすると、やりたいことを言ってねって言われるわけですよ。 やった方がいいこととやりたいことって違うんですね。でそれで結局、全く分わかんなくなって、えっていう感じになってしまって、で、しばらく考えた後に、やっぱりあの、セラピーをアメリカに来て受けたことがあったんですね。で、それで、 あの初めて受けた時にこんないいものあるのかと思ったんですよ。だから要するに悩みを聞いてくれるってことですよね。だからこれはいいんじゃないかとか思ったことがあったので、えっと、何、それをちょっと自分でもやってみたいなと思って、だから自分がこう助けられたっていうことがあったのでね、それを何て言うの、人にも奉仕したいなっていう、その、あの、ことで、それをやろうっていうことになったわけですよ。非常にハードでしたけどあのほら さっきも言ったように、移民の方っていうのは、そう、お金にならないことっていうのにあまりいないんですよ。だから、ミシガン大学の社会福祉課ね、えー、修士号でしたけど、入った時は私実は、あの、クラスで外国人一人でしたね。他みんなアメリカ人ですね。だから、ほら、アメリカ人だと、結局、 まあお金にならないかもしれないけれども、自分の本当にやりたいことをやろうとか、人の役に立とうっていうふうな考え方を持ってる人がまあいるんでしょうよね。でもやっぱり移民だとかそういう方っていうのはこの国でまあ生きていかなきゃいけないっていうのがあるわけですから、だからやっぱり結局そういうふうに、あの、何、あの、食いっぱぐれのないことに行くんじゃないかと思います。だからすごい体験でしたけどね、あの <laughs>、 全然だから外国人いないっていう状態でね。私、まあ、クラスに一人で、別のクラスにいたら一人。まあ、45人の中で一人って感じですよね。まあ、そんなような確率でした。だけど、結局それを、あの、取ったんだけど、私、使えなかったですよ。本当に、しばらく。それはどうしてかって言ったら、あの、その、収支を取った最終学期にですね、あの、うちの妹がですね、突然亡くなったんですよ。で、 あの本当に卒業できないかと思いました、その時はね。で、日本にも行ったし、まあだから、大変なことだったわけですよ。で、それで、まあだから要するに、セラピストになるっていうことで学校に行ってたので、セラピーをしなきゃいけないっていうことでもう、インターンとかの訓練も受けてたんですけど、でもほら、そういうのって <laughs>、自分がドーンと落ち込んでるときにできることじゃないじゃないですか。なので、ちょっともうできないなっていう感じで、まあ、頓挫してしまったってことなんですよね。 で、そのうちに、まあ、あの、その、催眠療法、ヒップノセラピーとの出会いがあって、それでもう全然開けてしまったっていうことになったんですけど、それまではもうずっと、だから10年ぐらい、完全に主婦で、あの、無収入でしたね。なので、あの、まあ、ゼロからですよね。 で、あの、結局、時間はちょっとかかりましたけど、そうやってね、落ち込んでた時期も長かったので、本当に、あの、大変な時期でしたね。で、あ、そうそうそう、その、妹が亡くなったこと実は、実は、父はとか言っちゃって、実は、あの、旦那さんとですね、その、妹の子供を、ティーンエイジャーだったんですけど、それを養子にしようっていうことになったんですよ。てか、向こうがおっしゃったんですけど、 で私はあんまり養子とかね日本人たちあんまり養子っていう考え方がなかったんですね。だけどそういうふうに彼が言ったからそ,それはいい考えだと思ったしね妹はまあ離婚しててそのお父さんっていうのも,もう全然会ってなかったんですね日本,の日本で。でそれであのだからそういうことにしようって言ったところからもう人生どんどん変わり始めたででそれであのシンガポールにまあ移住した。 ですけどねニューヨークからそれどうしてかってったらアメリカのビザが出なかったからなんですけどね養子の子供たちに。そんなことがあって実はシンガポールでああのーあのー、ねうちの夫元の夫なんですけど今元夫になってますけどは非常にあの成功してたんですよ MBA とか取ってだからほらあのシンガポールなんかに行っ,た行ってあのー 高層のアパートのですね、マンションですけどね、日本語で言えば、高層のですね、まあ一応ペントハウスっていうか一番上の階ですよね、だったんですよ。で、私はその、その時に実はあの、あの、高所恐怖症だったんですね。で、全然催眠療法のことも知らず、もう全然何も分かんなかったんだけど、で、あの、こういうのには催眠療法が効くんじゃないかっていうことで、行ったら、 私もだからその時はセラピストとして訓練を受けてたし、もうセラピーがどういうものだかも知ってたし、知ってたわけじゃないですか。でそれなのに、そこに行ったら、もうなんかすごいと思っちゃったもうぶっ飛びましたね、本当にこんなものがあるのかっていうことで、非常に気分が良くなるわけですよ。でそんな、大体セラピーとかやっても、1回とかでそんなに爽快にならないじゃないですか、でもこれは違うんですよ。で私これれちょっっととすごいなと思ってそれであのー その、それを習いたいと思ったのが、まあ、初めなんですよね。まあでも、その時のですね、ちょっと、あのー、どんな感じだったか、写真をちょっと出してみたいと思いますので、ちょっと、いきます。あ、こんな感じですね。はい。はい。で、えっと、まあね、えっと、ちっちゃいといかずっと太ってて、太っててですね、<laughs> で、全然、まあ、痩せたことがなかったんですけど、あのー、 ピークの時の写真はないです。もう多分撮りたくなかったんだと思います。これピークじゃないです。だけど、これがシンガポールから、えっとね、えっと、どこだったかなベトナムかなんかに旅行に行ったんですよ、私一人で。東南アジア回ってたんですけど、シンガポールからね。あの、その時に撮った写真ですよ、これ。だから、あの、えっと20、2010、えー、え、2012年とか。 ですね。はい。こんな感じでした。で、もうそのね、あのー、そうなんですよ。それで、どんどん、その、人生が変わりだしたんですね。その気分が良くなってきて。ね。そういうことなんですよ。それを言いたかったんですよ。これと私も、はい。わかりましたね。はい。わかりました。はい。そうです。で、それでね、本当に、だからその、なんていうの、催眠療法をやってたら、本当に人生変わってきたわけですよ。そうやって。ね。で、そして、それで、だったら私もなんかその、皆さんが人生、 変えるっていうお手伝いをできるんじゃないかっていうことで、なんか、あの、なんていうの、ヒプノセラピストになったんですよね。そこで、あの、あちゃんと習ってですよ、学校に行って。で、それにはですね、非常に、その、えっと、修士号でやった時の心理学だとか、その、セラピーのテクニック、カウンセリングのテクニックっていうのがすごい、あの、やっぱり、なんてうの、プラスになったんですよ。だから、やっぱそれは全然無駄じゃなかったんですね。 だから今、例えばね、えっと、なんかやりたいとか思ってて、でもこれじゃないんじゃないかなと思って、結局やってみたらやっぱりこれじゃなかったとかね、あの、思っている方がいたとしても、それは本当にわかんないですよ。私も収支が終わった時にはそれを使わなかったもんだから、ああ、なんか無駄なことしちゃったって、それはまた、またさらに落ち込むあの原因になるんですけどね。<laughs> <laughs> そうですよね。だって何百万も使っておいてね。だけど、まあ、そうそう、それで、その時に私、あの、養子も迎えただけじゃなくて、実、実子のですね、実子の双子も、あの、産んだんでございますよ。なので、もう、それどころじゃなかったっていうのもあったんですね。で、外国暮らしになったしね、そうやってシンガポールで、まあ、まあ、あの、ニューヨークだって外国ですけど、シンガポールっていうのは、あの、慣れてないところだったので、 あの、まあ、外国だったわけですよ。で、その、あの、実子の双子もいたので、それが、えっとね、1歳だったのかな ?1 歳、2歳、2歳は行ってなかったですね。そのシンガポールに行った時は。だから、あの、そういう段階でしたから、だから、あの、まあ、なんか真剣にキャリアを考えてたっていう風なことではちょっとないですよね。その時はまだね。あの、だけど、あの、すごいことだったから、その、あの、ヒクノセラピーがね。 だからあのやっぱりこれを使ってなんかいろいろやってみたいなと思ったのはやっぱりそうありますよね。だからそれはあの非常にあの素晴らしい経験でしたしでそ,れその経験ができたのはどうしてかっていったら結局シンガポールにいたからですよね。シンガポールにいてその高層ビルのペンターハウスに住んでなかったらあのヒプノセラピーには行ってないですね。だってヒプノセラピーのこと最初から知ってたわけじゃないしそうするとやっぱり結局運命っていうの ありますよね。そうやって。あの、なんていうのか、ま、導かれたっていうのそういうのがね。だから、それはすごい信じてますよ。で、やっぱりいろんなことがあってですよ。もうね、もう話しきれないほどいろんなことがあったんですけど、私の人生。あ、そうそう。あの、私本も出してるんでございますよ。ちょっと待ってね。あるかもしれないから、ちょっとその辺で。はい。あ、これが、まあ、ビフォーア,ンドアフターの写真なんですけど、 これ、うちのあの、用紙、用紙と実紙なんですけどね。はい。で、あ、これ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 。ね。はい。えっと、日米で私本を出してるんですけど、えっと、この、成功の法則、幸せになるにはっていう文芸者さんから出してる、あの、n d l e もあります。で、それを、あの、出す機会に恵まれて、で、これにも書いたんですけど、やっぱり結局、この、あの、本のしょ、出版の機会だとかも全部そうですね。本当に、 何て言ったらいいのこう仕組ん自分からこう仕組んだっていうよりは、向こうからやってくるっていう感じだったんですよね。だからよくね、引き寄せの法則の方がおっしゃるじゃないですか。なんかそういうのは向こうからやってくるみたいなこと。だから、あの、まあ、本当かなと思う方もいると思うんですけど、やっぱりそういうのありますよね。 私もそうでした。で、この日本語の本も出版した時も非常にもうなんかもう、あの、盛り上がったっていうか、信じられないぐらい光栄だと思ったんですよね。だけれども、まあ、その前にね、私、あの、こちらのニ,あのニューヨークのローカルの日経の新聞さんから、で、これはもう3年ぐらい書いてたんですよ。で、文章を書くのは嫌いじゃなかったんですけどね。だけど、それでそういうふうに、ほら、催眠療法とかが素晴らしいから、あこれ素晴らしいですよ、みたいな感じでずっと、 言ったりしてると、そういうのは本に書いた方がいいですよって言われるようになったんですよ、結構。でも、そうやって本に書いた方がいいですよって言われてもね、本ってどうやって書くんだろうとか思いませんかなんか、だって本を書いた方がいいよなんて若い時から言われたことじゃないし、いや,いやまあ、今も若いですけど <laughs>、あの、言われたことじゃなかったし、そんなこと考えてなかったですよ。で、でも、そうやって言われることが多くなって、そしたら急にですよ、ある日、これは書いてみようかなと思ったんですね。 だから一行目から書いた。だからこれゴーストライターじゃなくて私が書いたんですけど、で、それで、まあ、トントン拍子に全然つてとかもなかったんですけど、あの、トントン拍子に出版ということになったっていうことなんですよ。だから、書いたらいいんじゃないのって言われたら書いた方がいいですよ。本当に。で、その時にどうやって書くんだろうって思う気持ちはわかります。だけど一行目から書いたら、私の場合は、えっと、2週間ぐらいで100ページぐらい書いてました。 だから、なんだ、私って本、本書けるのかっていうことですよね。びっくりするじゃないですか。<laughs> それはありましたねだから。そういうのが不思議ですよね。本当にね。で、ここの、あの、えっと、隣にある、これ、Rules for Success, How to Live Happily っていうやつなんですけど、これは、あの、この成功の法則、あえっと、幸せになるにはのこの日本版の英訳版なんですね。これは、あの、アメリカで発売しています。で、これもですね、 私は本を書いてるみたいなことを、こちらのマンハッタンのオフィスとかの,あのクライアントさんに言うとです、ね、こうクライアントさんがそれは英語で書いたものはないのかって聞かれるようになったんですよ。で、そうやって聞かれたので、私、ちょっとこれを自分で英訳して、Kindle かなんかで出してみようかなと思ってたわけですよ。そしたらです、ね、突然、1、えっと、通のメールが来まして、でそれで、 あの、あなたの日本語の本なんですけど、英語で出しませんかって。だからそれを考えてて、やろうと思ってたらやさけだったのでやりますということで、やらせていただいたってことなんですけど、だからその方が全然良かったですよ。あのね、えっと、一応翻訳の方が、あの、私の英訳をですね、<laughs> 直してくれたんですよね。プロの方が。素晴らしいですよね、やっぱり。あの、あと、そうそう、日本語でもそうです。 日本語でもその編集のこの成功の法則に幸せになるにはっていうね、文芸者様のこの編集者の方っていうのは、あの、業界のレジェンドでございまして、<laughs> なんでそういう素晴らしい方を私にあてがっていただいたのか、本当に全くわからないんですけど、あの、そうなんですよ。その4冊のシリーズ本で600万部を売り上げたというあの編集者の方だったんですよ。やっぱ素晴らしい方なんですけど、で、本ってもう、 編集されると見違えるようになるんですよね。これ自分で書いたんですよ。だから別になんていうの、ゴーストライターが書いたわけじゃないんだけど、結局やっぱすごいなと思いましたよね。あ、それと、あの、ほら、こちらのローカル新聞の日経の新聞に私の記事が出,出て、出た時があったんですよ。コラムとかも書いてたし。で、その時もそうですよね。活字とかになって、写真とか出ちゃって、指名に載っちゃうじゃないですか。そうすると、すっごいとか思っちゃうんですよね。 でも、よく見たら自分なんですよね。それって、なんか、すごい不思議なんですけど、そういう経験ですよね。それと同じですよ、本もね。だから、ああ、すごいなとか思って、この本、すごいなとか思うと自分が書いてるっていう、その、なんか、面白さですけど、そういうのがありましたね。すごい、あのー、素晴らしい経験でしたよね。だから、あのー、ぜひよかったら、これ、アマゾンで、エミグミツ、 ね。アマゾンジャパンでエミグ3つって入れてたかいただくと、あの、本が出てきます。で、英語版が読みたい方は、まあ、3つエミグって。で、えっと、アマゾンで、えー、入れていただくと出てくるという具合なんでございますね。で、これも非常に、あの、いい経験だったんですけど、だから要するにもともとは専業主婦で全然無職であの、無収入だったんですからね。それ、それが本を出すっていうのも全然考えたことなかったですけどね。 そう,そうそうそう。そうこれちょっとあのスライドが出てますけど、あここのスライドね、えっと、いろいろ私のソーシャルメディアだとか、LINE の公式だとかありますので、あの、もしよかったら友達になってください。じゃあちょっと帰ってみましょう。そうなんですよ。ちょっとあのね、痩せてしまう。大体25キロぐらいですからね。で、これはあの、養子の息子くんですね。あの、ここの、ここにあるのがひ、あのね。 左なのか右なのかわかんないです。この画面の具合で。の時はずっと太ったんですよね、この子ね。それがこんな風にちょっと痩せたっていう感じなんですけどね。で、双子も今はもうチンエイジャーになってますからね。だいぶ前のこれ写真ですけど。で、これが私のビフォーアフターの写真なんですけどね。そう。人生に、人生が変わるっていうお話なんですね。はい。 で、このね、双子のことで逸話があるんですね、実は私。これちょっと引き寄せの法則で、あの、ちょっと自慢したいので言います。えっとね、私、結構田舎の出身なんですけど、で、えっと、8歳の時に、ね、ですね、多分8歳だと思いますね。あのー、作文にですね、私の将来というのがあったんですね。で、何を思ったか、その前にですね、私なんかテレビかなんかを見たんですよね。で、それで影響を受けたんだと思うんですけど、あの、その作文にですね、 私は西洋人と結婚して、男女の双子を持って外国で将来暮らすって書いたんですよ。で、8歳ですから、しかも田舎で、まあ年代も年代でしたから、は大体何を考えてるのかってことですね。で、そういうことになってしまって、大笑いされたわけ、そこで。本当に。あ、そんなことあるわけがないって、外国って何で西洋人って何っていう感じ。だったんですけど、蓋を開けてみたら、全部叶っているって、男女の双子まで。 そのねテレビを見たんですよ、私、それね、多分その日本人の女性があの西洋人の方と結婚して、あのー、外国に住んで男女の双子をあのー、産んでらっしゃるという。でそれを見たときにですね、私、これ私のじ人生だ、これは私の将来だと思ったんですね。で、全然何のお互いもなくですよ。本当に、あのー、絶対そうだと思ったんですよ、その時は。だから、その周囲に笑われるとか、そんなことは全然考えてなかったんですよ、私ね、全然。 だから、勢い込んで全部書いたっていう感じですよ。そしたら、大笑いされて、あ、笑われちゃったのかっていう感じですよね。ショックでしたけどね、結構ね。だけど、そうですよ。全然疑いなかったですよ。だから今ね、引き寄せの法則とかちょっと勉強してる方とかいらっしゃると思うんですよ。で私もそうですけどあの、究極の引き寄せですね、これね。本当に。あのものすごい濃密な、これ、フォトンっていうんですよね。あの要するに、意識ですよね、自分の。その願いですね。 を打ち上だから要するに生きてる人から打ち上げるものですからライブフォトンっていうんですけどねフォトンって光のこう格子って書くんですけどあのそれを打ち上げたんですよでそれが濃密での濃密なら濃密なほど願いが叶うってことなんですよだから何十年も変わりましたけどねこれにはねあのその結婚西洋人と結婚して外国に住むあたりまでは割と早めにだけどそれからその双子っていうのはですね後だったわけですから あの、ね。あの、だから結構時間かかりましたけど、全く狂いもなく行ったって、でもそれ当然かなと思いますね。私今考えると、その、あの時の本気さ加減を考えると、まあ、妥当かなっていう、あの、感じですよ。だから、あれほど強いポットフォンを打ち上げればですよ。もう、叶っちゃうんだなっていうのはありますね。だから何の疑いもなくですよ。 でもまあ、その時に考える、その時に、要するに笑われたってなりますよ。ね。あの、いい気持ちは全然しません。だけれども、よくほら、あの何、何あの、考えてみたらさ、それが失敗したらどうしようとかさ、あの、できなかったらどうしようとか、私、暗い気持ちっていうのは全然なかったですよ。 そこですよね。やっぱりその非怯性の法則を成功させるには、要するにそれがダメだったらどうしよう。自分ができないんじゃないかと思うことが結局波動を下げるわけじゃないですか。で、このことに関しては私波動は上がりっぱなしだったので、全く疑いもなかったので,で、しかもそれが、てかできなかったからどうっていうことではないじゃないですか。だから、そのほら、よく言われるその執着ですよね。執着というものもなかったですよ。執着っていうのはそのことばっかり考えちゃって、 そうすると叶わないということになるんですね。で、あとほら、引き寄せの法則っていうのは、皆さんもご存知かと思うんですけど、その要するに、期待ですよね。要するに、これ、フォトンを打ち上げたら、それ、手放しっていうことになるんですよ。ね。それ、非常に、あの、なんていうの,あの難しいことだと思いますけど、あの、それが、やっぱり、一番、あの、いいフォトンなんですよね。フォトンを打ち上げたら、その後はもう手放しっていうことなんですよね。 だから、からそうやると、結局叶いやすいってことで、やっぱり叶ったってことですよね。うん。でも、まあ、いろんなことがね、あの、あって、あの、何、人生ね。で、やっぱり引き寄せたっていうの、うありますよね。で、あの、思わぬ形で来たっていうのもあるし、ね。だから、お金で言えば、まあ、1000万円とか、そういうようなのは、こう、なんて言ったらいい考えもなく入ってきたっていうのはね。 なんかあ,のあるかなと思いますよねだからあの、まあ、自分の稼いでるお金とかじゃなくてまあそれちょっとあのその時離婚訴訟中だったんですけどねあのもう本当に、まあ、ちょっとぶっちゃけた話あ、はあこれはもうダメかもしれないと思うこのねあの離婚の条件このあまり良くない条件でも飲まないともう兵糧攻めですよね。 そうなっちゃってっていうのがあった時にどんと入ってきたんですね。それだけじゃないですねもう一回100万円ぐらいもうこれはダメっていう時にその時ですねえっとフランスのですねニースにある会社の方から連絡をいただいてその催眠を使ってあのスタディをやりたいと。 要するに、実験みたいなやつ香水を作るとおっしゃるんですよ。で人が匂いに関してどういうふうに反応するのかそれ要するに潜在意識の中でどういうふうに反応するのかっていうのを見たいっていうことだったんですよ。でその仕事が入ってそれを本当にあの、うん、タイミングとしてはもう1日。 もうずれてないって感じですね。<laughs> あの、その小切手をいただいたときっていうのはもう全なしの状態っていうかね。あの、そういう状態だったこともありますよね。だから、やっぱり絶対あるんだと思いますよね。この、やっぱり見捨てられてないって言ったらいいか、そういうのはね。だから、あの、信じた方がいいですよ、皆さん。自分の運命。自分が、 自分を運がいいと思った方がいいですよ。運がいいと思ったらいいんですよ。だから私、運がいいと思ってますね。いろいろあっても、結局は今のこの立ち位置に来て自分がちゃんとやってるってことは、全部を乗り越えられたってことですから、そうするとやっぱり結局運がいいし、底力があるんですよ、これ。底力ですよ。そこですよね。で、それを、要するに知るためですよ。それを追い詰められないとですよ。ちょっとは変な話。 その自分に底力があるってわかんないですよ。だから、その時に知ったっていう、まあ、ことですよね。だから、それがなかったら、その自分がどんなに底力があるかっていうのわかんないと思いますよ、本当に。あの、あの、ほら、映画のさ、私ちょっと見てたんですけど、ミッション、インポッシブル、インポシブルってあるじゃないですか、トム・クルーズのね。あれの三シリーズ3かな ?3、三で、そのなんで、 あの、なんてうの、あれ、イーサンハントって言うんですよね。イーサンハントが結婚するじゃないですか。で、その奥さんが看護婦さんで、で、さらわれて、もうひどい目に遭うんですよね。で、それで、だけど、結局、すごいんですよね。あの奥さん、なんか自分、普通の人なのに、すごい活躍をしてでて、そこで、偶然のような感じで。で、それで、6だったかな、ミッションインポシブルの、そのインポシブルの。 で、それで別れて、で、それ、あの、6の時に、偶然、偶然じゃないんですね、あれね、あの、悪者に、あの、なんていうの、あの、なんていうの、こう、セットアップされて、あ合わされたんですけど、で、その時に彼女が言ってたんですよ。で、その、インスタンハントとしてはいろんなことごめんなさいねって、本当に、なんていうの、君のこととかって言うんですよね。だけど、その、あの、まジュリアっていうんですけど、その,あの奥さん、元奥さんですね。で、なん、なん、そんなこと言ってとかって言うわけですよ。 ああいうことが全部あったから自分にどんなに底力があるか分かったのにね、どんなに自分に能力があるか分かった。あのことがなかったら私にはそれは分かんなかったっていうわけですよ。で、その時の設定で、まあ、あの、看護師さんだったのがお医者さんになってるっていう設定になってるんですね。だから要するに自分の可能性を、その辛いことを通して自分がどんなに底力があるかっていうことが分かったから、そうやって、あの、お医者さんになったってことですよ。 だから、そんな、それはちょっと私、お医者さんにはなないですけど。<laughs> でも、やっぱそんな感じはありますよね。だからやっぱり、いろんなことがあったからこそ自分の底力っていうのを、まあ、痛感するってことですよ。で、それでね、もう一つ、もう一つ、これ大事ですけど言いますね。あの、その、要するに、その時にもういろんなことがあるから、あ、どうしようとか、あ、もうダメだ私とか、こ泣いたりさ、なんかあるじゃないですか。でもそれって、はっきり言って全然無駄だってことです。 だって、結局、大丈夫だったってことじゃないですか。そうすると、もう、後になってみたら、あんなにいろんな、もう、ハラハラとかして、すごいエネルギーですよ、それ使ってんのね。なんか、ハラハラするとか、泣くとか、辛いとか、なんとか、もう、もう、ドラマだらけじゃないですか。で、そういうのって、全部無駄だってことですよ。だから、変な気持ちが、これ、ダメなんじゃないかとか、いろんなことをよぎったとしても、もう、それ、全部無視することだっていうふうに私は悟りました。だって、そうじゃないと、もう、エネルギーの無駄遣いじゃないですか。 だって結局大丈夫なわけですよ。でもそれには結局自分は大丈夫だっていう、そのなんて自信っていうかね、確信がないとそれが難しくなるんですね。だけど、これがまたね、あのなんだっけ、皮肉なんですけど、大丈夫だと思えば思うほどは実は大丈夫になるわけですよ。ね、でも大丈夫じゃないと思えば思うほど実は大丈夫じゃなくなるんですね。そういうわけでございます。だから結局本当に全てのことがマインドセットです。 で、私のやってるセッションも、やっぱり、そのマインドセット的なことですよ。ね。で、それは、まあね、ちょっと言えば、インナーチャルドとかから来てるんですよね。そうなんですよ。自分で頭では分かってるわけですよ。自分は大丈夫だとか、自分はね、あの、能力があるとかね。でも、それは、その、私ってダメかもしれないとか、あそこのなんか、なんだっけ、あそこの、あの、遊具のところで、 めちゃくちゃこけたしとか、そこでいじめられたしとかね。そういうやつですよ。そういうやつですよ。私もありましたよね。本当に。あ、でもちょっとね、なんか、どん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 ずっと喋ってるんですけど、ちょっと言いますね。あ、ね、こうやってね、よく喋るじゃないですか、私って。で、ミツさんって、ミグミツさんって、生まれたとから、生まれた時からそういう人なんじゃなかったのと思ってるかもしれないけど、大間違いですよ、それ。はっきり言って。今、はっきり言います。っていうのはどう、どういうことかっていうと、 私、小学校の2年生ぐらいまで、あの、ミュートだったんですね。ミュートっていうのは、あの、ほら、いるじゃないクラスに1人ぐらい、その、ほら、全然喋らないで隅の方にいる子。あ、私、あれだったんですよ。本当に。だから全然。でも、それから3年生ぐらいになって、それもね、なんか、またちょっと長くなっちゃうかなこれ大丈夫かなえっと、その、催眠療法で分かったことなんですよ。そのね、胎体内の時、体児の記憶だったんですよ。 私ね、すごい外の世界が怖かったんですね。それどうしてかってったら、怖いところだと教えられたから。本当に。だね、やっぱりお母さんの価値観ってそうなんですよね。お母さんの価値観ってもらっちゃうんですよ。だからすごく私ね、怖いと思って外の世界に出たくないと思ったんですね。あの、思ったっていうか、それ知らなかったけど、あの、催眠療法で <laughs>、その記憶を、えっと、遡って知ったんですけどね。本当に怖がってたみたい。で、それで、 出たくないと思ったみたい。で、それで、めちゃくちゃ難産で、あのー、生まれた時、生きしてなかった、生きしてなかったんですね。だから、3日間ぐらい精神の狭間をさまよってですね、死んでても全然おかしくなかったんですけど、だから、こう、グッて頭を挟んでですよ、こう、あのー、やるやつになったので、今、ボコボコです、頭ね。そうなんですけど、で、それを催眠療法で知ったんですよ、私。ああ 怖かったから出たくなかっっったたたら出くななんだなってそれで結局この世の中っていうのは冷たいところで人は冷たくて怖いっていう風に思ってたからだからずっと生まれてから、えっと、学校に上がってだから小学校2年生ぐらいまで全部ほとんどのい,いろんなことにも怯えてましたよねだからもうお母さんの後ろに隠れてて絶対そこから出てこないような子でした本当に。にそれがどうしてねそういう風に活発になってきたかっていうと 要するに学校に行って自分で例えばちょ読み書きとかできるようになって勉強ができるようになるとどうなるかっていうとこう褒められたりですよ。あ、なんで私でできるんじゃんみたいな感じになってでみんな,なんか別にそんなに怖くないじゃんっていうのがやっと分かったんですよ。だからうちにいた時はほらそういう優しくだからだ人に接する機会がなかったから家族以外だけど小学校に上がったのがやっぱりきっかけですよね幼稚園の時ももうめちゃくちゃ怖がってましたからね。 覚えてます、今でも。本当にいつ。いつも泣いてたし。本当に。ね。だから、そういうことがあるんですよ。だから、あの、いろんなことに理由がありますよ、本当に。だから、それを、こう、なんていうのあの、ね、癒していくっていうことをしていくと、あなたの備わっている能力通りの活躍ができるってことですよ。ね。だから、あの、それを、本当の自分に戻るってことですね。 はい、そうです。本当の自分に戻るっていうことが、本当に大事だってことですよ。で、みんな本当に素晴らしいでしょでも、知らないだけです。なので、潜在意識の書き換えっていうんですけどね、これね、それをやられて、で、それで、えっと何、何自分の素晴らしさっていうのに気がついて、で、どん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 、なんか世に出ていこうっていうことです。 そういうことを私、あの、お手伝いしてるんでございます。で、私のもう一度、あの、何えっと、連絡先とか見せたいと思います。ね、これ私のあの、ビフォ o r e a n なんですけどね。で、ヒップノセラピーってってちょっと今日言わなかったんですけど、いいです、別に。聞くってことですからね、本当に。あ、ヒップノセラピー、あの、あれですよ。あの、全然怪しくないですよ。あれ、怪しいようにいろいろ言われてるからいけないんですね。 あの瞑想とほとんど似てます。で、なんでヒレプヒサラビがいいかっていうと、その、要するに私みたいなプロがですよ。あの心理学とか知ってる。その人が誘導するからですで。瞑想でも別にいいわけですよ。ちゃんと自分がインナーチャイルドとか癒せれば。だけど、プロじゃない人はインナーチャイルドとかやっぱり癒すのって難しいと思うんですよね。 だから私とかはもう慣れてるから結構インナーチャールドのワークが多いからあのインナーチャールドを癒すっていうことができもう皆さんもうそれはもうだから号泣ですけどねでもそればっかりやってるんじゃないですよでいろんなことやってますけどとにかく目つぶって瞑想状態にさせてその何て言うのその癒しとかいろんなことをやった方が何て言うのあの普通に喋っている時に それは意識って言うんですけど、意識っていうのはほら脳の5%しか使ってないから、もうちょっと言っちゃったね。あの、で、健、あの健在意識って言うんですけどね、5%ですから。で、潜在意識っていうのは95%で、あなたの脳の活動スピードは、えっと、健在意識、だから意識の時の5%の時の100万倍になってるんですね。だから、結局同じことを言ったり、同じ癒しをしても、 健在意識の時だったら、そんなにカウンセリングとかで言っても、もしかしたら、えっていう感じかもしれないけど、あんまり言えてないわ、みたいな。あるかもしれないですね。すいませんね。ねごめんなさい。これ私の意見です。で、でも、その要するに潜在意識でやると全然違うんですよ、これね。それどうしてかっ言ったら、脳のファンクションです。ね、ファンクションっていうのは機能です。なので、当たり前といえば当たり前です。だから、あの、あの潜在意識療法が効く。 あの、催眠療法が効くっていうのは当たり前でございます。これ科学なんでね。だから全然、あの、怪しくないですよ。本当に。怪しくなく、本当に安全で効くものです。だから瞑想にガイドがついてるってことです。そうそう、瞑想にガイドがついてるってことです。その、あの、まあ、あ料金をお支払いいただいてるっていうことですね。だから人生変えるっていうのは、 あります。本当に。私もあの人生を変えさせていただいたのでね。あの、無職、無収入からね。ということです。はい。それでは、えっとね、このライブ、えっと、土曜日の夜にだいたいやっていこうと思います。そうすると日曜日の朝です。で、あのー、皆さんでもし質問なとかあったり、えっと、いろんな聞きたいこととか、何、本当は怪しいんじゃないとかね、ね、とかね、いろいろあったら、あのー、それも、 えっと、お知らせください。そうすると、そのことをテーマに話したりしますね。あの、全然台本とかこれないんですけど、そのまま縛ってます。喋ってますからね。でもこれ私のコンテンツなんで、まあ大体何でも答えられるってことです。はい、そういうことです。それでは皆さん、素晴らしい。日本の方は素晴らしい日曜日を、そして、ニューヨークの方々は今土曜日の夜ですね。明日はウキウキする日曜日ですよね。で、世界各国の方。あ、世界各国の方と私、あの、ズームやってますよ。 まあね、ちょっと珍しいところでは、シリアとかね。はい。私、シリアとやらせていただきました、本当に。ね。あの、あとは、ヨーロッパの方ね。はい。なので、どこで、南米もありましたね。どこでも OK です。ね。もし、えっと、興味があって、えっと、やってみたいということでありましたら、私の方に、また、えっと、DM なり、えっと、Facebook でご連、Facebook など、ソーシャルメディアでご連絡ください。ということでした。 ありがとうございました。じゃあ失礼いたします。バイバイ。